アスプラ学園イエイいやー、イエイイエイ合わせ、ありがとうございますありがとうございますしていただきましたけども、はいはい、さあ、スプラ学園とはいろんなスプラプレイヤーの方をお呼びして、うん、プレイを見せていただいたりお話を聞いたりする企画でございます。はい、はい、さあ、前回に引き続き、うん、ミルクレープさん、はい、いただきましたけども、はい、なんと今回見せていただく武器は、うん、モミジモミジシューター、はいちょっとモミジを ね持ってきてくれるわけですけども、はい、え、強いんですか。まあ強くはないです。おどういうことだ。モミジを持ってた時はあれは12月ぐらいですね。結構前か。そうですね。そのモミジを持とうってなったのが、うん、その大会に出る時に、うん、ジムワイパーがその時強くて、うん、まあ、スプラトゥーンって結構強い武器いっぱい入れたら強いみたいな、うんあるんで、まあ、ジムジムで出ようってなって、うん、でその時最初バリアブル、うん、ジムジムバリアブルとか竹とかでやってたんですけどなんか合わなくて、うん、でそのきつかったのが手前処理と塗りが追いつかないってなって、うん、まあ、1回もみじでいいってなってもみじでやったら、まあ、大会優勝できたと。なるほど、はい、もみじで大会優勝してると。そうですね。なるほど、はい、なるほどなるほどね。もみじ、まあその環境的には強いわけではないかもしれないけど、はい、うん、味方が強かったら結構輝ける。輝ける、あ、はい、なるほど。もうザ・サポート武器という感じで使っていただけるようで、はい、じゃあまずはそのもみじシューターのギアの方を教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ギアは最初はこんな感じでやってます。おー、はい、ラスはい、ラスパ、うん、サブインク、スペソー、うん、で、まあ、あとはこれがあったらいいなっていう。なるほど、はい、スペ強2のインク回復に、うん、はい、まあ、スパタンも1個つけて、はい、で敵インク軽減も2個、うん、そうですね、加速、あ、はい、結構、まあ、スタンダードというかもう本当に塗りと、そうですね、まあ、はい、特に欲しいギアがこれといってないんで、はい、これといってない、まあ、サブインクあ、なるほどがあれば他はまあ自由で、うん、はいはい、まあ、ラスパは、まあ、ラスパもだよね。そうですね、うん、まああったらいいですね。まずサポート型だね。そうですね、スペ強どうなの。スペ強は 0.2 で結構変わるんで、おー、まあ、あとさっき言ったようにギアワークが自由なんで、うん、まあとりあえずつけとけば積んでるとか、はい、ポップソナーの範囲が広くなるんですよね。そうです、はい、なるほど。あ、じゃあそんな特殊な感じのギアじゃないと。はい、うん、なるほど。本当にバランス型。なるほど、まあ、特に欲しいギア本当にないんで、まあ、いいとこでもあるよね。そうですね、うん、自由度が高い。自由度が高い、うん、はい、あ、なるほど。まあちょっとドリンク流行ってるんで、はい、ワンチャンステジャンとかにしてもいいかな、うん、あ、はい、なるほどなるほど。確かに味方のドリンクに期待してというか。そうですね、はい、はあ、はあはあはあ、なるほど。まあそんなもみじのじゃちょっとコツといいますか、はい、はい、教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、コツは、まあ、まず、はい、メインのトーピード、はい、メインのトーピード、はい、ちょっと待ってください。メインじゃないですよ、それサブでしょ。あれメインのトーピードだよ。いや、メインです、これはメインのトーピードだよ、ね、はい、違う違う違う違います、当たり前のように言ってるけどまあでもやっぱりあの若葉もそうですけど、なんかメインがやっぱ、うん、そのトーピードボムになると。そうですね、あ、なるほど。ひたすらトーピードを投げるで動きになります。はい、まあ、そのためのサブインクですね。そうですね、効率、まあ、メインは特に、まあ、とりあえずトーピードの投げ方なんですけど、はい、はいはいはい、まあ普通の人こういう感じで正面に投げると思うんですけど、こういう感じで上に、ちょっとこっちの方が分かりやすいか、はいはいはい、上に目に投げると、はい、こういう感じで後ろで反応する。なるほど、思ったより反応するね。確かに、そうですね、こういう感じで結構奥めに投げる感じの方が敵の後ろに行くんで。なるほど、前だと、まあその、はい、相手も反応しやすいし壊しやすいんで、うんうんうん、塗るついでに壊せるよね。そうですね、対面してる時とかもうこういう感じで投げちゃうと自分と被って壊されちゃうだけなんで、うん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 、まあこういう感じで後ろに投げたらトーピードと挟めて、はいはいはい、で相手は後ろも向かなきゃいけなくなるんで、うんうん、それで視点もずらせると。なるほど、相手が視点を大きく動かさせるような投げ方をすると。はい、あ、なるほどなるほど。なんでこう後ろじゃなくてこういう感じで斜めとかでも、はいはい、横に投げてみたいな、はい、まあ、で近距離の対面は、はい、こう後ろに投げてると自分も上に視点向かせなきゃいけないので、あ、確かに。なんでこういう感じで横に投げる、はいはい、なるほど、と相手はエムずれる。なるほどね。で、うんうんうん、こう感じで横に投げて対面するっていうのがいいと思います。そうかそうか。で、まあ、トーピード無視したらそれはそれで相手もやられるし。そうですね、
で、トピード打ってるとメインでやると、はい、なるほど。こんな感じで2発当てて、当てれば60なんで倒せるんで、まあ、キル速もちょっとは増せると。確かに、はい、普通のシューター同士の打ち合いでもちょっと強気にいける場面があると。ああ、なるほど。あのトーピード転がす投げ方はするんですか？あ、トーピードが転がすのも結構使います。おで、これ2とちょっと弱体化食らってて、2から、はいはいはい、前まではこんぐらいの距離で60出たんですけど、うん、こんぐらいで、はい、逆にそこで60出てた。そうですね。凶悪な2のトーピードの転がしちょっと化け物だったので、うん、はいはい、あと飛距離もちょっと短くなってるって聞いたような。あ、まあ、感覚ちょっと短いんじゃないかなっていう。なんですけど、60出すにはこんぐらいもう本当に直撃じゃないと出ないんで、うんうんうん、まあ、結構直撃を狙えたらいいね。はいはいはい、まあ、ちょっと1あの2の感覚で投げちゃうとダメージ入んないよっていう。まあ、でもちょっと遠くても爆風範囲自体は結構広いんで。確かにダメージは広いんだ。そうですね。で、35出れば三角になるんで、うん、まあ、基本的に近距離対面はそのメインのキル速とかランスーマって弱いんで、まあ、転がしでちょっとキル速を上げるっていうのができればいいと思います。うんうんうん、じゃあ打ち合いすると結構必須級のテクニックになってるんですね。まあ、一応相手の足場奪えたりもするんで。確かに。あとはクワットとかはスライドの硬直があるんで、そこにほぼ確定で60入れれたらいいと思います。ちょっとチャージャーの考え方だな。まあ、スライドが基本的にきついんで、はいはい、まあ、こうやって転がして壁に隠れるとかでもいいと思います。あ、なるほど、はい、とにかく、まあ、なんか倒しきるっていうよりはとにかくダメージ入れちゃって。そうですね、ダメージ入れた後に対面した方がその、まあ、ちょっとこれメンタル的なあれになるんですけど、はいはい、自分がちょっとダメージを受けてたらちょっと弱気になるというか、うんうん、なんで結構最初にダメージを入れた後に面に行くといいと思います。有利な対面を作り出すと、はい、なるほど、はいはい、そのメインの、まあ、射撃はい、なんかコツとかあります？まあ、メインは乱数がめちゃくちゃ悪くて、はい、キル速もそんな速くないんで、すごいですよね、はい、ラッパラだから、まあ、この感じで打ち直しはいはいはい、はい、をするといいと思います。なるほど、リセット入れてね、はいはい、スプラトゥーンの使用上、うん、最初の数発だけ乱数よくてどんどん広がっていくって感じなんで、はい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 、まあ、こんな感じで打ち直しをして乱数をリセットする、うん、といいと思います。ブレがでかいからこそできるだけいい乱数で出るように、はい、そうですね。あ、なるほど。ジャンプ打ちするともうこんな感じで本当に当たらないんで。絶対倒せないです。そうですね。ジャンプ打ちは基本的にしないように。あ、なしで。もう下がるときこういう感じで、あ、その寄ってくんなよで打つぐらいな、うん、先端で当たったらいいなぐらい。なるほど。で打てたらいいと思います。射程伸ばすときぐらいで。そうですね、こういう感じで塗り合いしてるときとかにこういう感じでちょっと触ってエリアずっと塗りつつみたいな感じでできたらいいと思います。なるほど、はい、倒しに行くときは使わない。そうですね。なるほどなるほど。さあ、そしてポップソナー、はい、はい、このスペシャルですけども、これはコツ的なのは、まあ、特にコツはなくて、まあ、置いたら勝手に発動してくれるんで、うん、まあ、そのジムとリッターが特に壊される武器なんで、うんうんうん、まあ、その武器の射線が通らないとこう投げればいいと思います。なるほど、はい、やっぱあれが今ちょっと天敵というか。そうですね、本当にもう、はい、リッターは一発で割られるし、うんうんうん、ジムも本当に一瞬で壊されちゃうんで、うんうんうん、まあ、あとドライブとワイパーとか、うん、なるほど、ワイパー臭はきついんで、まあ、当たらないところに投げれればいいと思います。あとは自分が行きたいところ、はいはいはい、ここにいそうだなとか、その自分が安全圏を作るために投げれればいいと思います。まあ、本当に作敵のために行くっていう。そうですね、はい、あ、結構バンバン使っちゃう感じなんですか？そうですね、結構自由に使っていいと思います。溜、うん、まったら使うぐらいの感じで、はい、で、まあ、抑えなんですけど、はい、まあ、抑えはちょっと持っといて、まあ、相手が来そうなタイミングだったりとか、うんうんうん、まあ、あとはバリアとかも壊せるんで、はいはい、そういうのに返すのがいいと思います。抑えは基本的にマッチでいいと思います。有利状況ではカウンターで使えるように取っていて、ね、はい、まあ、普段の状況とかちょっと打開の時とかは、はい、もういそうなとことかいてほしくないところに投げるみたいな。そうですね、まあ、あと押す時とかこっちがそこのエリア取りたい、はい、その場所取りたいって時に無理やり投げて、うん、敵の邪魔をしつつメインとトピードで行くっていう動きができたら
とその有利状況というか強いポジション取れるんで、はい、6割ぐらい押せてる時とかね。そうですね、はい、あと一押しが欲しいんじゃないですか、うん、あと一押し、ね、あなるほどなるほど。いやでもやっぱサポート特化ですね本当。そうですね、本当にもう自分のメインじゃ基本的に勝てない場面が多いんで、うん、まあ、トーピードを投げて、うん、味方に頑張ってもらうっていう。なるほど、はい、いいですね。ちょっとそのね模様をじゃあ実践の方で見ていただきたいと思います。お願いします。お願いします。キミチーの巻物。そうですね、ちょっと名前無視します。なんか前まで、うん、その自分の名前でやってたんですけど、はいはい、その自分の名前でやってるとその自分のこと知ってくれてる人が結構明らか狙ってくることがあって、うん、あ自分を狙ってくる ね、 そうですね、敵がね。でチャージャーだとなんかマシずっとリス前潜伏とかされてると、うん、何もできなくなって、めたって正直それきつくて変えちゃいました。別に悪いことではない、ね、いそうね、別に全然悪い。変えちゃいました、すいません、逃げたとかじゃないからですよ。さあ、もみじ、うん、パラポートで相手ドリンク 3? 本当だ、ドリンク3の、やばいな、これこれきついんじゃない。ドリンク3きついかもしれないです。さあ、やると、まあ、ボトルが意地気味に動いてくれたら優勝で。ああでもおお、いや炭酸強っ。炭酸かよ、ね、炭酸の2枚、これかなりサブトスペシャルのゴールか。えぐい、あーナイスですよ。おおおしゃれですよ。いやデュアルきついな。そうです。いやすごいね、いい、素晴らしい、見るとこがいい、見るとこがいい、いいね、いいね、うん、ただね、ドリンクだからね、これ全部ドリンク、確かにあんまりリスクが、あーでもこれでかい、これでかい、しかもラスパー発動してる、素晴らしい、美味しいんじゃない、これ相手カニとかないんで、なるほど、左も全然余裕で取れる、そうか、ラスパーが発動してからが本番、これ敵来るんで、スナーで、あーなるほど、ソナーでその集中しないと相手きついな、ね、いやーこれきついなこんなん味方こうなったら結構強いんですかね。ウキウキしてるじゃない。でちょっとの何も許さない。で左は渡さない。あーこれなー、こうはでかいなー。味方強いな、めっちゃ。いやでもトーピードかなり嫌っすよこれ。1個前のホップソナスが、あそこで、ね、あれで完全に、ああもう無理だ、これだよ、まあ無理やり来るでしょうってところを、あーいやーマジこれよく勝ったね。いやこれめっちゃ良かったっすね。これはもう味方ナイスだった。手前の処理良かったね。あそうっすね、あれ完璧だったね。あそこできないともうあのまま負けてたもんね。確かにあそこのホップソナーとちゃんと倒すっていういやめちゃくちゃいい抑えだった。いやいい、ホップソナー力が存分に出たし、やっぱあのラスパトーピードやだな。ラスパ発動したらもうボムラぐらい投げれる初めてボムラッシュ打った時のボムラ1個ずつ。いや強い、これすごい、うん、まあ強いとこいいとこも見えたし、きつい部分も見れたし、うん、そうだね、うん、もみじがもみじがどんどん分かる。きついとこはマジでもうパワーどうにかするしかないんだね。そうっすね、うん、そこを取れるかどうかね。さあタラポ、うん、お願いいたします。はい、ねえ、いやこのサポート特化は見てて楽しいな。キャンプチャーか、うわこれしんどそうだけどな、うん、シャーカーもネオでしょこれ。そうっすね、うん、これちょっと相手の方が有利かな。なるほど、武器的にはちょっとエリア有利かもしれないが、バリアがキャンプをメタれるんで。なるほどね、味方のキャンプがきつくならないようにしてあげたいけど、今日はキャンプなしだから。さあでも3、味方強いな。おー、マジか、相手のチャージャー、いいショット入りましたね。うん、打開から、はい、始めてまいります。もみじ、まあでも言ったけどラスカが発動するまでは焦んない。危な、まあでも相手にチャージャーいたらチャージャー一生狙えるんで、トーピードでトーピードが苦手なやつをずっと狙うっていう。チャージャーに対しての嫌な
行動の心得はある。チャージャー使ってるから確かに自分から見た時にもうトーピドは嫌でしょうがないからそれをやるっていう。いい勝利だね。ああさあこれはこれは左全部塗ってあげたら肩動きやすくなるんで、左高からまた蚊に来るな。確かにあそこのシャープマーカーやな。ネオが枯れてるかどうかだね。確かにあそこにちょっと左手叩くないで、ソナーで。ソナーでちょっと時間のせいで。あー、うちのリプーダが、うおー、やー、バリアうま。さあ、でも、生きてる。でかい。すぐ壊してあげて、なんだろう、塗り替えされてないが、あー、チャージャーついた。あ、右かと思った。さあ、ただ、まあ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 。うん、あ、えらい、キャンプ。ちょっと下がって。あ、でかい。おー、いいですね。あー、で、このね、シールにぶつかって弾けちゃうやつ。ラスカを発動までいけるか。相手からすると。おー、発動した。発動。あ、これが一番嬉しいよね。このラスカ発動して、うん、抑えれる。そうだね、発動した時ぐらいに時に抑えが始まるが一番ちょうど止め始まるみたいなタイミングいいんだよね、これで止めれると、うん、こうするともうずっとあとは最強こうなると最強のギアになるかなそう、バリアが確かにバリアしんどい、はい、だなおっとあ、でもキャップにも効きそうだなおー敵のホプソナン。ああ、敵のキャンプはホプソナンめちゃくちゃ嫌でしょ。ね。トーピードもいるんでしょ。そうだね。モミジだいぶ天敵。一番嫌なんだよ。あ、もうこういう敵もいっちゃう。ああ、うまいなキャンプ。ああ、いい。いいカバンが入ったね。ね。いや今チャージャー落としたなーいい。まあでもああいうとこもやっぱ狙いに行きたいとこはある。そうですね、うん。今トルネードで隠れれたんで。なるほど。引くよりは前に倒すあそこは。ナイス、おーいいですね。さあここ、ここからの勝負ですよ、うん、これも一緒、あ、チャージ帰った振りまして、あとはキャンプ触ってはいあと左高す、相手好きだからまあそこの神タンクは注意したい入ってくるのを抑えて、しかもちゃんと塗るよし、蚊に入ってるか、これ塗れない。いいなぁ。あー、これでいい。済ませた。いいっすねー。なんか、ちゃんと塗って、ちゃんと相手見つけて、ちゃんと邪魔してみたいな。まあ、この構成はちょっと、ああいうなんか、チャージャーやりに行ったとこあったけど、うん、ああいうのやんなきゃいけない構成になっちゃってたよ ね、 ちね、ちょっと前に出た方がいいかな、X マッチだと特に。なるほど。まあ、そこら辺がちょっともみじろ難しいというか、そうですね、大変なところ。まあ、あとは、エリア取り、うんうんまあ、結構左行ってたと思うんですけど、うん、ああいう味方が取ったら強いポジションをどんどん取りに行く動きがいいと思います、うん、ソナーもあるんでなるほどなはいというわけで、はい、もみじシューター、はいね、かっこいいとこ見せていただきましたねいや面白かったいや見てて面白いね、うん、ハラハラするし泥臭いって意外と、うん、意外と泥臭い戦いしてくれるあれですけども、うん、いやもみじねなんか結構3になって、はい、2とだいぶ印象の違う武器になったじゃないですかそうですね、うんうんうんはい、それがねすごくあの面白くなってるのが分かりましたので、うんはい、ぜひねちょっと見た方もみじシューター面白いんじゃないかと思った方は使ってみていただいて、はいそうだね、あまり過信はせずに、はい、おすすめ精度はどこなんですか？おすすめ度星5のうち、はい、まあ3か2。ああでも3はいくんですか、まあ、勝ちたい人はおすすめしない。うわもう、はい、勝ちたいならおすすめ2とか1になる。そうですね。うわなんだその武器。まあ、スプラトゥーン楽しめるからね。そうですね。確かにスプラトゥーンの楽しさが。まあ、X マッチはおすすめできないです。ああなるほど。はいはい。でもみんなと一緒にやるときとかは、そうですね。対抗戦とか。そういう環境だったら全然いける、うんうんうん、4人でオープンマッチやるとかねあそうです、うんはい、なるほどぜひともねちょっと遊んでみていただきたいんですけども、はい、はい、というわけで、3回にわたってミルクレープさんありがとうございます、はい、ありがとうございますまたも素晴らしいプレイ見せていただいて、はい、ぜひねまた
スプラ学園に遊びに来ていただいて、はい、ぜひこちらこそお願いします、はい、ちょいちょいね、はい、そのあの成長の過程を追わせていただきたいと思います、はいはい、こちら概要欄の方に、ミルクレープさんの YouTube チャンネル、うん、そして Twitter のアカウントありますので、はい、ぜひ皆さんフォロー、お願いします。お願いします、はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、またねー、はい、チャンネル登録お願いします。